山本太郎君。はい、令和新選組代表の山本太郎です。大丈夫ですかね。資料の1、原発は設計段階で寿命40年と考えられてきたと。そこから審査に通ればプラス20年、60年間延長可能になって、今回条件付き60年という上限を撤廃可能にする法改正を行おうとしている。それを行うには原子炉等規制法、いわゆる炉規法から運転期間に関する規定を取り除く必要がある。炉規法っていうのはどこの組織が所管してますか。山中委員長。原子力規制委員会でございます。山本委員。はい、ありがとうございます。炉規法から運転期間に関する規定を取り除くには、まずは原子力規制委員会が了承する必要があると。これに対して規制委員会として議論採決、賛成4、反対1で炉規法から運転期間に関する規定を取り除くことが了承されたと。これは一体何をやってるのかな、規制庁は、って私は思っちゃうんですね。資料の2、日本原子力学会誌ボリューム54、規制庁とは何かについて説明されてます。資料の左側、経済産業省の原子力安全保安院と文部科学省の原子力規制組織が原子力規制委員会に統合され、その事務局として原子力規制庁が設けられたと。つまりは原発の安全を仕切る組織がバラバラだったので一本化した。資料の右側、同時にそれまで電気事業法と原子炉等規制法の2つの法律で原発の安全規制ルールを定めていたが、安全規制の規定は原子炉等規制法で定める形になった。原子力発電所に対する電気事業法と原子炉等規制法の規制の統合である。これまでは2つの法律でモザイク模様のような規制が行われていたが、原子力安全に関する規制は基本的に原子炉等規制法に一元化されることになった。東電事故の反省から原発の安全ルールを一元的に定める法律として再出発した原子炉等規制法、それを統合された新設規制、組織として規制委員会が所管するという関係性であると。これ山中委員長、炉規法の中にね、運転期間にかかる条文があるってことは、これ規制側が安全を担保するためにも意味があると私そう思うんですけれども、それを切り離す、手放す作業を規制当局がお手伝いするようになるような今回の形っておかしくないですかね。これ一言でお答えいただきたいんですけど、おかしいと思うか、おかしいと思わないか、お願いします。山中委員長。おかしいと思いません。はい、山本委員。そうでしょうね、だから話が進んじゃうんですよ。資料の3、これに唯一反対をされた石渡委員のご発言です。炉規法というのはある意味原子力規制委員会設置法とペアのような形で、その時に制定された法律だと理解しております。炉規法というのは従って原子力規制委員会が守るべき法律であると思っています。我々としてもちろん科学的技術的な理由、それからより安全側に変化する、変えるという、そういうはっきりした理由があれば、これを変えることはやぶさかではございませんが、私としては今回のこの変更というのはそのどちらでもないと考えます。非常に真っ当なご意見ですね。一方で切り離された運転期間の定め制度については、原発推進側の経産省が所管する電気事業法で定めることになる。規制委員会としては60年超えで稼働する事例が出てくることを前提に、高経年原発を対象にした審査制度、これを作っていただけるということなんですけれども、委員長、これ審査制度って今時点で何パーセント完成してるんですか。山中委員長。あ、はい、どうぞ。昨年10月5日からこの制度について検討を始めてまいりました。高経年化した原子力発電所の安全規制について、まず制度の大枠について4ヶ月間かけて検討を行いました。30年を超えて運転しようとする原子力発電所については、10年おきに何パー完成してるんですか。制度については大枠は完成しております。委員長。はい、山本委員。ということはもうすぐにでも始められるぐらいの体制だってことでいいんですね。何パーセントですか。中身詰まってないんじゃないですか。詳細これからでしょ。いかがですか。山中委員長。お答えいたします。
60年目以降における後継年化評価については、これまで実施してきました後継年化した発電所の審査や検査の実績を土台とすることを可能であるというふうに考えております。審査手法を大きく変える必要はないと考えております。具体的には、これまでの後継年化評価で得られた物理的データや予測式に加えて、今後実施される50年の時点における評価の実績、あるいは劣化評価に関わる技術的な知見の蓄積を踏まえまして、科学的技術的な確認を行うことはできるものと考えております。制度の大枠は提案をさせていただきまして、基本的な審査の考え方については、これまでの経験をもとに、今後、技術的な詳細を詰めていきたいというふうに考えております。規制委員会としては、運転期間がどうあれ、後継年化した発電用原子炉に対する安全規制を厳格に行うことのできる規制制度を国家に提出したところであり、しっかりと運用できるよう引き続き詳細を検討してまいります。山本委員。詳細これから詰めるって言ってるじゃないですか。散々いろんなことガタガタ言ったって、詳細これから詰めるって今からの話なんですよ。何分かかってるんですか、説明するのに。ロキ法から期間の定めを手放す、さっさと決めますね。これはでも安全性を担保するためのその内容、詳細は何もこれから決まってない。大枠はあるけど中身はこれから決めるって、これ順番逆なんですよ。安全側に立たなきゃダメなんでしょ、規制側なんでしょ。委員長、世界で60年超えで運転されてる原発は存在するかしないか、それだけ答えてください。山中委員長。60年を超えて運転する原子力発電所はございません。山本委員。資料の4、委員長ご自身がおっしゃってることなんですよ。未知の領域なんですよ。原発の延命のためにロキ法を改正すると、規制する側が未知の領域に踏み出すって、これ違和感しかありませんよ。原子力延命のために野心的な取り組み、それを一生懸命背中を押してるのが今の規制側じゃないですか。ロキ法から運転期間を除外して良いか、この議論もあまりにも拙速だと言われております。資料の5、2月13日、規制委員会後の記者会見、山中委員長の発言、法案提出というデッドラインは決められた締め切りであった、そう述べられてるんですね。法案提出という締め切りを意識して十分な議論が尽くせなかったってことでいいですか、イエスかノーかでお答えください。山中委員長。十分な議論は尽くせたと考えております。山本委員。はい、資料の6、ロキ法改正の決定に賛成した委員でさえも締め切りを守らなければいけないようにせかされて議論してきた、我々は独立した機関でありじっくり議論すべきだったと指摘してるんです。認識おかしくないですか、委員長。2022年12月エネルギーフォーラム、山中委員長は審査に時間を要することはやむを得ません、事業者も誠意を持って対応してくれていますし、というようなご発言されてるんですね。委員長、本気で原発の事業者が誠意を持って審査などに対応しているっていうふうに評価なさってますか、イエスかノーかでお答えください。山中委員長。審査に時間がかかっている場合、さまざまな要因ございます。原子力事業者真摯に対応していただいている場合もあるかと思います。山本委員。そうでない場合もあるっていうお答えですよね、今のはね。ずさんなテロ対策で運転停止命令が出された柏崎刈羽原発、規制委員長、この結果を受けて東電は誠意を持って審査後の検査に対応してきたと評価してますか、イエスかノーかでお答えください。山中委員長。少なくとも安全に関する審査については東京電力真摯に対応してもらったものと考えております。核物質防護についての取り組みについては極めて不十分な部分がございましたので、核燃料の移動停止の処分をいたしました。山本委員。まあ、ある面ではいいけどある面ではダメだというお話をされたと思うんですね。まあ、今年の1月19日の日経新聞にも、運転開始30年を迎える前に原子力規制委員会の審査を受けている柏崎刈羽原発3号機の審査書類に149箇所の誤りがあったと明らかにしたと。131箇所はすでに審査を終えた2号機の記載内容を流用していたって、完全に舐めてますよこれ。意味不明ですね。
原発なんて運転するような能力がないんですよ。はっきり言っちゃえばリスクでしかない。この国にとってこういう事業者たちがやっていくってことに対して、そこに対して一生懸命やってますからみたいな話なしでしょ。あなた規制側なんだから。山形委員長、この柏崎刈羽原発はこの運転停止命令によって運転停止されている期間が除外されて、その分延長されることになるんですか。この先上乗せされるんですか。山中委員長、運転期間については私ども原子力規制委員会が何か意見を申し述べる立場にはございません。山本委員、このような不適切な対応をしている、ある意味で舐めた態度を続ける、原子力の安全性を保てないような事業者、こういう者たちがもちろんこの先延長していくってことになったときに、それが最低限クリアされてたら、このふざけた態度をやってた時期もこれ延長可能になっちゃうわけですよね。そういうことでしょ。それでも OK なんですね。山中委員長、運転期間については資源エネルギー庁がその判断をされるものというふうに考えております。山本委員、私が聞いてるのは規制庁に対する態度さえもあまりにも舐めてるような、先ほど言ったような、ね、140何箇所も誤りがあって、それも130何箇所は前からの流用だって、これ完全に規制庁舐められてるんですよ。このようなことをした者たちが原発動けません、動かすことができませんという期間さえも後ほど上乗せで原発を稼働できるような状態っておかしいでしょ。普通に考えて私はそう思うんです。でね、例えば2021年地質データの不適切な書き換えが判明した敦賀原発2号機、これを受けて前規制委員長は審査申請を取り下げた方が良いとまで批判してるんですね。審査の中断、検査に入った経緯がある、これ原電は誠意を持って審査に対応してきたと山中委員長評価されてますか。イエスかノーかで答えてください。山中委員長、この、日本原子力発電株式会社敦賀発電所に対しては不適切な対応があったというふうに考えております。山本委員、はい、その不適切な電力会社による対応によってこれ動かせないっていう時期が長引いたんだと、けれどもそれは後で延長させるときに上乗せするよっていうこと自体がおかしいでしょ。原因はどこにあるの。電力会社じゃない。それに対して前に進めようとしているのがご自身だってことに違和感ないんですか。規制側としていかがでしょう。イエスかノーかでお答えください。山中委員長、イエスかノーかでお答えづらいところです。運転期間についてはすでに3年前に私ども原子力規制委員会が意見を申し述べる事柄ではないということを決定させていただきました。山本委員、はい、まあ、時間もないのでね先に行きますが、資料の7、2月13日の規制委員会で反対意見を表明した石渡委員は、事業者側の審査上不備があって審査を中断して検査に入った事例、運転期間が事例でもそういった事例でも運転期間が延長されるってことを問題視されてるんですね。これね、審査またはそれ以外で不備があって停止期間が長引く事例の中には電力会社の安全に対する意識の低さ、誠意っていうものが感じられないっていうものが多くあるんですよ。こういった期間が除外されて運転期間が延長されること自体おかしいでしょ。これ論理破綻した結論ありき、それを規制委員会がお墨付き与えてる状態、それに対して苦言を呈するどころか法案提出に間に合うように帳尻合わせに汗を流す、これ規制側じゃなくて推進側のお仕事なんですよ。委員長としての資質問われても仕方がないんですね。本日の委員会に先日規制委員会で一人反対した石渡委員の参考人招致を求めてきましたけれども、山中委員長がいるんだから委員長を呼んで話を聞くべきだということで許可されなかったんですね。で、規制委員長のみへの聞き取りだけでは国会として行政監視の役割これ十分果たせるとは思えません。先ほども浜野委員の方から、令和2年見解どうなんだっていうのお話がありました。それに対して石渡さんどう考えてんのって、そのことに関しても委員会の中では話されてましたよ。話されてたけど委員長そのことを浜野さんに伝えてないじゃないですか。令和2年見解を金科極上のように持ってくるのはおかしい、その時の決定にいたもの、その時の決定に関わったものがこの中にいるかってこと言われたでしょ。あなた誰も言わなかったじゃないですか。手も上がらなかったよ。どうしてその事実関係をここで示さないんですか。
つまりは何か、委員会の中で行われたことさえもこの国会という場で共有されることがない。つまりは何かっつったら、このような手続きで進んできた内容に関して、これは国民の生命財産に関わることだから、もう一度この環境委員会というところでしっかりとどのような議論があったのか、その意味に、その裏にはどのような意味があるのかというやり取りを私は丁寧にしていく必要があると思っています。規制委員長のみへの聞き取りでは国会として行政監視の役割が果たせない、そう思う。なので環境委員長、本委員会に石渡規制委員の出席を求めるとともに、この問題に特化した参考人質疑および質疑立てを行うことを協議してください。五国理事会において協議いたします。山本委員。はい、ありがとうございます。でですね、まあちょっと独立性という部分、これ重要なんですけど、その疑いが生じる事案が起きたと。規制委員会事務局である規制庁が原発をより長く使えるように画策する経産省と7月9月これ密談7回にわたって重ねたと報道されてるんですね。で、山中委員長、資料の11、9月26日の就任時にね、記者会見で福島を決して忘れない強い気持ちを持って独立性と透明性を堅持して厳正な原子力規制を遂行していく方針に何ら変わりないと強調してくださったんですけれども、これ今起こってることってそれを揺るがす事態なんです、独立性をね。で、そのような事態を受けて1月25日に決定したルールでは、原子力推進機関との面談は今後公表するってなったんですよ。これ変えてくれた委員長、これね、もう一回襟正していこうやっていうことを、意味を込めてもルールを改正していただいた、ルールを変えていただいたっていう認識でいいですよね。イエスかノーかでお答えください。山中委員長。イエスノーでお答えしづらいところなので、独立性を犯すような行為があったとは思っておりませんが、透明性を高める必要があると思いましたのでルール改正を行いました。山本委員。はい、一部そのように書いていただいたことは評価したいと思うんですけれども、残念ながらこの中には電話メールが含まれてないんですよ。電話とメールが。で、この談合騒ぎっていう部分に関しては、電話でのやり取りは10数十回に及んだって言われるんですね。ごめんなさい、ペーパー入れなくていいですよ、お願いなんだから今からするのは。それ棒読みされても何の意味もないんです。委員長の魂が入ってないから。メール電話に関してこれ含めていただきたいんです。検討いただけますか、検討いただけませんか。それでお答えください。山本、あ、失礼しました、山中委員長。メール電話については含めるつもりございません。山本委員。本当にね、まあ、談合疑いじゃ、談合疑いということが言われたとしても、それを是正しようとはしない。その本丸に関しては、確信に関してはそれ改めようとしないんですね。本当に頭が痛いです、そういう人たちが原子力に関わっているということが。資料の13、委員長見てもらっていいですか。私の資料の13です。原子力規制委員会設置法第25条規制委員長を呼んでいただけますか。資料の13。山中委員長。国民の知る権利の保障に資するため、その保有する情報の公開を徹底することにより、その運営の透明性を確保しなければならない。山本委員。はい、山中委員長、昨年12月27日の記者会見でジャーナリストからの情報公開請求を受けて、 N 庁とのやり取り、 N 庁から提供された情報も含めて公開するって言ったんです。その後記者ブリーフィングを開いたのは2月3日。ここで規制庁態度一変させるんですよ。 N 庁から提供された資料は公開しないと言い出した。年末に資料公開を約束、でも1ヶ月待たせた結果手のひら返したんですよ。これ N 庁にとって都合の悪い情報を規制庁が隠してあげたということと同じですよ。で、資料の14を見ていただきたいんですけれども、規制庁として原発運転期間についてどのような制度変更を想定していたか、それを示す重要な資料です。で、この表の中にね、各案について規制庁としての評価が示されたメリット、デメリット、その評価の部分が黒塗りになってるんです。これありえない話なんですよ。で、おそらくね、国会で予算の時にこれが話題になって原発の延長が難しくなるっていう、何かって言ったら、これ情報を出すタイミングコントロールしてるんですね。こんなことは許されない、当たり前ですよ。それを一刻も早くこの委員会に提出していただきたいんです。反対世論が盛り上がらないように隠したいっていう、そういうことやめた方がいいんですね。この3つの案すべて、この資料を作成した担当者がどんなメリットデメリットを評価していたのか、環境委員長、黒塗りを外した上でこの資料の本委員会の提出求めます。
はい、ありがとうございます。でもう一点、五国理事会にて協議をいたします。はい、山本委員、ありがとうございます。で資料の15見ていただけたら、これエネ庁っていうところもこれ輪をかけてふざけてるんですよ。これ情報開示に関して、これ来年というかもう今年ですね、10ヶ月後ってことを言っちゃってるんですね。一体どういう意味があるんですかってことなんですよ。すぐにでも出さなきゃいけないものなんですよ。これ原子力事故が起こってからの原子力政策の大転換なんですよ。そこに関して NHO と規制庁が関係したことに関して、その中身7回会合があって数十回の電話をやり取りしてっていうのは、この中身さえも表に出てこず、で規制庁側が NHO 側がどんな資料を使ってやったのかってことさえもブラックボックスにするなんてありえないですよ。山本委員に申し上げます。ありがとうございます。もう終わります。なので委員長、質疑をまとめてください。はい、ただいまの、私が要求したものに対して委員会に提出することを求めます。よろしくお願いいたします。五国理事会にて協議いたします。委員長、こちらの委員長、はい、先ほどの25条に基づいて透明性しっかりと堅持していただくためにも、これは情報公開、これは一刻も早く、まずはこの委員会に対して資料を出すということにご協力ください。ありがとうございました。